すごい投げやりな始まり方だな。あのもう免許あるじゃん、あの免許診断。俺はやっぱね、よく見られたいんだわ。だから なるべく良さそうな方向に作る、思い込んで作ったらボロカス言われてさ、こんなね俺みたいな人間がね、そんなわけないと。だから俺本体と羽島恭四郎っていうのは別なんですよ。でも俺は羽島恭四郎の思考になることができないんだよね。はい、やります、性格診断やります、いいです、やるよ、はい、次の仕事。あ、もうなんかデータがだいぶ入ってた、怖っ。あなたの感じ方や発想について当てはまるものを選んでいくと、すべて数字や文字に色か音または匂いのようなものを感じる、そういうイメージがあるか。ないんですよね、ないんです。色もない、全部黒だ。黒か、色黒、全部黒だな。文字あない。オリジナルの歌や踊りが自然と出てくること。あ、これある、あるね。僕は風呂を洗わないっていうことね。妄想のストーリーを紙に書き起こしたことがある。でも動画に言ってるからそのようなもんでしょ。仮に芸術鑑賞でどう感じたかが大事と言われても、何も感じなかったりどう感じるのが正解なのか考えない、それ違います。仮に好きな絵を描けという宿題が出ても何が正解なのか考えてしまうタイプだ。違います。好きな絵を描けって言ったら誰にも見せたくないけど好きな絵は描きます。なんじゃそれ。あなたの人柄について当てはまるものを全て選んでください。割と高齢者の人生、昔話などに興味がある方だと思う。興味を持って聞ける、興味を持って聞ける聞けるか、昔話あ興味あんのかな。やば、フロア気温が、ね、これで特定されたらシャレになんねえからな、マジで。でもお父さんそろそろ帰ってくるってことが腹立つな。歴史を学ぶと、その当時の生活は人の気持ちを思ってロマンを感じる。全然感じない。むしろ歴史を知ることについてあまり面白いと感じない方だと思う。いや、もう中間、本当そこまでロマンを感じるまではいかないけど、まあ歴史知ることはいいよねと思うけど、最近勉強してないんで、あんまり、ほんとその中間だからないです。アホっぽい小学校、高学年の男子を思い浮かべた場合、自分は割と好きだなと思う。なんだ？アホっぽいって。アホっぽい？そんなの思い浮かべられないな。どういうことだ、アホっぽい。アホっぽい小学校、高学年ってどういうことだ？いや、思い浮かべねえ。ないな、好きじゃないな。正直全然に心配なら、例えば、寒空の中で酔っ払って寝てる人を見たら心配になる。正直全然心配にならない。自業自得、また迷惑だろうな。いやー、自業自得って、そこまでは思わないんじゃない？いや、でもそのネットを介して見るとうぜえなとは思うんだけど、実際見たら、そんな何も思わないんじゃない？友人がひどく傷ついた時に自分も胸を痛めたりショックを受けること多いんじゃないですか？うん、話を聞いてほしいという人の意味がわからない。聞いたら何か解決するのと思う。いや、そこまでひどくはないな。そんなに非道な人間じゃない。いいんじゃないって。適当に聞いて、そっから俺の話を。ね。あなたの価値観について当てはまるものすべて選んでください。服装や体型など努力できるところを努力しないことのことが割と嫌いだ。嫌いなんて思わないです。なんだっていいだろ、そんな。努力できるところ、努力ってなんだよ。キモ。こういうのなんですよ。こんなにさ、当てはまるわけない。当てはまらなかったらなんかクソみたいな人間になるさ。ふざけんなよ。もっと選択肢用意しろ。めんどくせえけど。日本はあまり弱者や少数派に優しくない社会だなと。まあそうなんだじゃないですか。うん。世間で流行っていることを割とバカにしたり、なかなか受けようとしない方だと自分でも、まあまあまあそうだと思いますよ。他の人のいろんな職業や特技、生き方などにいちいち感心する。すごいな、素直に思うことが多い。いちいちとかすごいなと、難しいな。なんか中間度がないんですよね、なんか。難しいな。ないよ。すごいなと思うことが多い。人のことなんてあんま考えてないかな。他の人が好きな音楽とか、他の人がハマってることなどにほとんど興味が湧かない。俺の興味の湧き方は、ハイローズとクロマニヨンズを聴いてるかしかないんで、誰がどんな曲を聴いてるのが好きかとかじゃないんですよね。どうでもいいんですよ。ハイローズとクロマニヨンズが聴いてるか聴いてないかが重要なんで。
日々の生活を振り返ってあなたに当てはまるものを全て選んでください。そこそこ楽しいことはあっても心からやりたいことを実現して特にない。いやもう普通に有名になって面白くなりたいってあるんで。逆にやりたいことが多すぎて時間が足りないと感じる。時間が足りない難しいな。なんか親がいる時間は雑談できないから時間が足りないってのはあるけど、睡眠、すぐ疲れたりダラダラしたくなる方だ。すぐ疲れたりダラダラ、ダラダラはしたいんですけど、すぐ疲れたりで、まあ、そう、あ、そうなんじゃないですか。本当に睡眠時間が短くても割となんとかなりません。旅行先では時間が持てない。できれば朝から活動したくありません。空港のベンチなど場所が悪くてもそこそこ眠れません。コース料理などゆっくり進行する食事が割と苦手だ。うん、コース料理が嫌です。野菜とか食わなきゃいけないんで全部肉にしてください。大きな声出して体痛え。旅行するときに荷物が多くなる。あまり減らさない方だと自分で思う。はい、旅行するときに荷物が多くなる。あまり減らさない方だと自分で思う。旅行では減らせないんじゃないですか。うん、旅行なんてしてないですけど、したことないですか。あんまり体力や時間の限界あるが、限界近くまで活動したいし、スケジュールを入れたい方だ。ないです。正直、あなたの正直な気持ちを思い返して何となく当てはまる。正直自分は何かとコツをつかんだりして理解をするのが早い人だったので、そうなんじゃないですか。あ、難しいな。そんなんじゃないけどな。でもなんか正直あまり人を尊敬することがないし、めったに人を褒めたりしないタイプだ。なんこれ、人をあまり尊敬することがないし、めったに人を褒めたりしない。尊敬って難しいな。人を褒めるっていうのもどうなんだろうな。難しいな。でも人とあんま接してないからないんだろうな。正直自分をよく人と比べて自分のことが嫌になりません。正直自分をいじりづらい雰囲気というのは自分から出ていると思う。人がいないんで、いじってくれる人がいないんで、むしろ自分を他の人から見ていじりやすい人間だろうなと。いや、その人がいないからな。無事、なんか世の中分かってない人ばかりだなとよく思う。これ地雷質問じゃないの。まあまあ丸にしとくかチェックなんだけどね。人としてこの人にはかなわないなと感じたことは一度もない。誰に対してもそう感じることはない。人としてこの人にはかなわないなって、どの面に対してって、でかすぎるんだよね、幅が。